バイバルス、バイバルスアルブンドクダーリー、アル、マリックアル、ザハールクンアル、ジーンバイバースアルバンディックダリ、ー、1223年、28年、33年から1277年6月30日、7月1日は、マムルーク町、バフリーマムルーク町、第5代スルターン、君主。在位、1260年から1277年。 在位中の実績から実質的なマムルーク朝の建国者と評価されることもある。即位名により、アイコールザーヒルバイバルス、アル、マリックアル、ザハーバイバースとも呼ばれる。マムルーク、軍人奴隷としてエジプトの IU 部長に仕え、1250年のマンスーラの戦いでエジプトに侵入した十字軍に対象を収める。1260年のアインジャールートの戦いでは、 モンゴル軍に勝利し、モンゴルのエジプトへの進出を阻止した。戦後、マムルーク朝のスルターン・ムザファルクトゥズを殺害して、大いに来、全シリアを併合する。バイバルスの軍事的、政治的な能力により、外部勢力の侵入に反応して成立した、マムルークたちの政権は、格好たるものとなった。バイバルスは、優れた精神力と体力の持ち主であり、十七年にわたる、 在位中に三十八回のシリア遠征を実施し、内モンゴル軍と九回、十字軍と二十一回に渡って交戦した。三十八回の遠征において、その半分はバイバルス自身が人頭で指揮をとっていた。華々しい戦績のためにバイバルスは英雄としてアラブ世界に名前を残し、ハールンアイコールラシードやサラディンと並ぶ英雄として知られている。バイバルスの英雄端は、 説話文学に昇華され、マムリューク朝後期からオスマン帝国期にかけての時期に現存する後の形式が成立する。バイバルスの活躍を鮮やかに描いた物語は、カタリーベ・カースを通して民衆を魅了した。バイバルスは、テュルクの言葉で、虎のベを意味する。バイバルスの名前のアルブンドクダーリーは、最初の主人であるアイダキー・アルブンドクダーリーから与えられ名前であり、 急兵を意味している。バイバルスはエジプトから遠く離れた国海北方のキプチャク草原に居住する遊牧民族キプチャクの出身である。14歳頃にモンゴル軍のアナスハーンに捕らえられ、アナトリア半島のスイバスで奴隷商人に引き渡された。モンゴル軍の侵攻の後、中東の奴隷市場は供給型と言える状態になり、 バイバルスの買い手はなかなか現れなかった。バイバルスは、ハマーの IU ブ家の王族のもとに売られたが、肌が褐色であるという理由で返却される。次に、ダマスカスに連れて行かれ、一度は800ディルハム、約40ディナールで購入されたが、固めに白内障の反転があるという理由で、再び返却れた。もう一度ハマーに戻り、IU 部長のアミール、 司令官であるアイダキーン・アルブンドクダーリーによって、ようやく購入され、奴隷身分から解放された。アイダキーンは、アイユー部長のスルタン・サーリーフから不況を買って、ハマーに左遷されていたがやがて許され、1246年に、バイバルスは、アイダキーンに従って、カイロに移った。しかし、再び、サーリーフの怒りを買ったアイダキーンは財産を没収され、バイバルスも、 サーリーフ直属のマムルーク軍団であるバフリー・マムルークに編入された。サーリーフの下に入ったバイバルスは最初衣装係に任命され20歳頃に連隊長の地位に昇進する。1249年にフランスをルイ9世率いる第7回十字軍がエジプトに上陸しナイル河口の港湾都市ダミエッタを占領した。病身のサーリーフは ダミエッタ南西のマンスーラに陣営を構えて、迎撃のつぶさに取りかかるが、同年11月にサーリフは沈没する。十字軍がダミエッタに上陸した時、バフリーマムルークの長であるアクターイが不在であったため、一時的にバイバルスがバフリーマムルークの指揮を取った。1250年2月、アイユー部軍の指揮官ファクルティーンは、ルイ九世の弟、ロベールの奇襲を受けて戦死し、 ロベール率いる、騎兵隊は、本人のファクルティーンを撃破した後、マンスーラ市内に突入した。しかし、マンスーラ市内に入った、騎兵隊は、バイバルスが率いるバフリーマムルークの反撃にあって、壊滅し、ロベール自身も戦死を遂げる、マンスーラの、い。マンスーラでの勝利からバフリーマムルークを先頭とする、アイユー部軍の反撃が始まり、さらに、イラクから帰国した。 サーリーフの王子トゥーラーン・シャーによって十字軍の補給が断たれる。物資の欠如と薬病により十字軍は追い詰められていき、1250年4月にアイユーブ軍はで、類級制を捕虜とした。マンスーラの戦いの後、スルターンに即位したトゥーラーン・シャーは、バフリー・マムルークたちを追放、投獄し、自身の側近を徴用した。マムルークとトゥーラーン、シャーの対立は深まり、 バイバルスは、バフリーマムルークの長、アクターアイ、カラウーン、イッツ・ティーム・アイバクラとト,トゥーラーン、シャア暗殺を出る。1250年5月2日にファルスクールでトゥーラーン、シャア暗殺が決行され、最初に、バイバルスがトゥーラーン・シャアを切りつけた後に、アクターイが致命傷を与え、計画は、成功を収める。トゥーラーン、シャアの死後。 バフリー・マムルークに衰退された、サーリーフの家父、シャジャルア・イコール・ドゥッルが、スルターンとなり、マムルーク朝が成立する。マムルーク朝成立後、シャジャルア・イコール・ドゥッルに代わって、スルターンとなったアイバクは、バフリー・マムルークを危険死し、1254年に、アクター・アイを殺害する。バイバルスは、カラーウンラ仲間と共に、エジプトから脱出し、ダマスカスのアイユーブ王族。 マリクアン・ナーシルのもとに亡命する。やがて、ナーシルと不仲になると、バイバルスたちは、カラクのアイユーブ王族ムギースのもとに移った。バイバルスたちは、ムギースに、エジプトへの進軍を依頼するが、エジプトのマムルーク長との戦いに敗れ、ムギースからも疎まれるようになった。シリアでの放浪時代は、バイバルスにとって辛い時期で、あったが、バイバルスは苦境に耐え、 決して仲間を見捨てなかったと伝記の著者、アブドアイコールザーヒルは彼の人格を称賛してる。1258年にモンゴル帝国の王族フレグによってアッバース朝が滅ぼされた後、モンゴル軍のさらなる侵攻に対してアラブ世界は強硬状態に陥った。ダマスカスのナーシルはモンゴル軍を恐れフレグのもとにこのアジーズを派遣して 関係の改善を試みたが、フレグはナーシル自らが来庁しないことをなじり、幸福勧告を突きつけた。ナーシルの最初、ザイヌッティーンは、モンゴルへの降伏を説いたが、当時、ナーシルの元に亡命していたバイバルスは憤慨して、ザイヌッティーンを殴り、あなたはイスラム教徒の滅亡を望んでいるのかと罵ったと、伝えられている。バイバルスはナーシルを暗殺して、 新しい君主を立てようと図ったが失敗し、仲間を連れてガザに移った。一方ナーシルは、モンゴル軍と交戦することなく、軍隊を解散し、マムルーク朝とカラクの麦椅スに援助を求めた。モンゴル軍の侵入に際して、マムルーク朝では、将軍ムザファルクトゥズが、若年のスルターン・マンスールアリーを排位し、自らスルターンに即位した。バイバルスは、クトゥズに使者を送って、 和解を申し入れ、身の安全を保障されたバイバルスたちは、カイロに帰還した。クツズから対モンゴル戦の司令官に任じられたバイバルスは、シリアでの迎撃を進言した。クツズはナーシルに協力を約束したが、フレグの率いるモンゴル軍はすでに、シリアに進んでいた。モンゴル軍は、アレッポ、ダマスカスを占領したが、フレグは興軍中に兄であるモンケハーンの不法に接し、 けど部下のンを代理の司令官としてペルシャに帰還した。ケドブカはナーシルを捕虜とし、モンゴルの攻撃から避難した人々で溢れかえるエジプトに降伏を要求する使節団を派遣した。カイロで開かれた会議でバイバルスをはじめとする諸将は主戦論を唱え、クトゥズは海戦を決断し使節団を処刑した。バイバルスが率いる前衛は、 ガザに駐屯していたモンゴル軍を撃破し、進軍中にフレグがペルシャに退却した報告を受け取る。バイバルスは地中海沿岸部のキリスト教勢力から中立の約束を取り付け、彼らの領土を通過してダマスカスを目指した。1260年9月3日、進軍中のマムルーク軍はアインジャールートでけど部下が率いるモンゴル軍に遭遇し、アインジャールートの戦い。 バイバルスの率いる部隊は、クツズの本体と共けど部下の軍を攻撃し、モンゴル軍に干渉した。アインジャールートの勝利は、モンゴル帝国のアラブ世界への拡大を食い止め、さらには、マムルーク朝によるエジプトシリア再統合のっかけを生み出すことになる。フレグがシリアの各都市に置いた総督は、マムルーク軍によって殺害され、ダマスカスもイスラーム勢力の支配下に戻る。 モンゴル軍との交戦前、バイバルスは、クツズから、アレッポ総督の地位を約束されていたが、戦後に約束を保護にされる。1260年10月、バイバルスは、クツズに不満を抱く仲間と共謀して、カイロへの期間中にやれた狩りの最中に、クツズを刺殺する。クツズの殺害後、重力の監修に則って、クツズに止めを刺したバイバルスが新たなスルターンに、衰退された。 即位したバイバルスは、カイロの向かった無常祭に入り、武将たちから、忠誠の誓いを受けた。だが、クツズを迎える準備をしていたカイロ市民たちは、クツズの死とバイバルスの即位に惑い、バフリーマムルークによる統治に不安を抱いていた。バイバルスは、クツズが課した税を廃止し、バフリーマムルークたちに市民に危害を加えることを固く、禁じたことで、人心はようやく落ち着いた。即位直後に、 ダマスカス総督サンジャルやシリア諸都市の将軍たちが反乱を起こし、バイバルスはかつての主人であるアイダキーンを鎮圧に派遣した。反乱が鎮圧された後、バイバルスはアイダキーンをダマスカス総督に任命した。アレッポにおいては、靴図によって総督に任命されていたアラウッディーン、イブンルールーが廃下放築されており、バイバルスは新たに、 アレッポの総督となったフサームティーン・ラージーンの地位を追認した。1261年、バイバルスは、アッパース町最後のカリフ・ムスタースイムの叔父アフマドが、ダマスカスに到着した報告を受け取り、彼をカイロに迎え入れてカリフ・ムスターンスイル二世として立した。アッパース家の象徴である礼服を、ムスターンスイル二世に着せられたバイバルスは、カリフを傍らに伴って華々しくカイロを更新した。 そして、バイバルスは、ムスタンスイル二世から、エジプト、シリア、アナトリアの統治を認める、ジョニン城を受け取った。同年8月、バグダードに、カリフの政権を復活させるためダマスカスに行、ムスタンスイル二世に護衛をつけて送り出した。カリフ一行は、ユーフラテス川を渡った後、モンゴル軍に殺害された。即位から3年の間、バイバルスは、 軍備の強化に力を入れ、陸海軍の再編、城塞の集築が実施された。バイバルスは、モンゴルの侵攻に対抗するため、軍備の強化と並行して新聖ローマ帝国、東ローマ帝国との関係を強化した。ルームセル獣区長のスルターン・カイカーウス2世は、自国の共同統治者であり、性敵でもある弟のクルアルスラーン4世を打倒するため、バイバルスに、 国土の半分の割動と引き換えの援助を願い出た。エジプトの反乱、シリアに残存する、アイユーブ王族、モンゴル軍に対処するため、バイバルスは、中東の十字軍国家に対しては、消極的な態度をとっていた。イスラームの信者であるベルケが治めるモンゴル系国家の、キプチャク藩国、ジョチウルスとの同盟は、バイバルスの外交政策で、最も効果的なものだった。 1261年、62年、200人のモンゴル人騎兵が家族を伴ってエジプトに亡命する事件が起きる。バイバルスは彼らを丁重に扱い、住居、官職、ビクターを与えた。好意的な態度のため、翌年にも移住者がエジプトに到着し、バイバルスの地勢に3000人のモンゴル人がエジプトシリアに移住した。亡命者たちから、 ベルケの情報を聞き取ったバイバルスは、1262年末に彼のもとに施設団を派遣する。バイバルスが派遣した施設団と行き違いに、ベルケから派遣された施設団がエジプトに至るし、イルハン国を建てたフレグに対する軍事同盟への締結が提案された。バイバルスは、施設の来訪を喜び、贈り物とベルケの回収を祝福した書簡を携えた。 返礼の施設を派遣した。そして、カイロ、メッカ、メディナ、エルサレムの金曜礼拝で読まれるフトバには、バイバルスの名前のすぐ後に、ベルケの名前が入れられた。1262年より2年以上にわたってフレグは、ベルケとの戦争に釘付けにされ、バイバルスは、対モンゴル戦の軍備を整えることができた。フレグは、ベルケとの戦争の間に、1262年、 63年にキリキアアルメニア王国の王子ヘトムをエジプトに派兵したが、マムルーク軍はヘトムの侵入を撃退した。ヘトムの侵入と同時期にフレグの元からマムルーク朝の将軍に内通を促す密シが派遣されたが、バイバルスは艦長の報告で密シの動きを把握し、密シを逮捕、処刑することができた。1263年にバイバルスは、 モンゴルとの内通を口実として、カラクの麦椅子を処刑し、彼の領地を併合する。フレグの後を継いで、イルハン国の藩、君主となったアバカが、積極的な攻撃を展開できない状況を見て、バイバルスは、中東に残存する十字軍国家に目を移す。1261年に、キリスト教領主たちがバイバルスに和平を申し出、バイバルスは、和平と捕虜の解放に同意した。しかし、 和平にあたって、キリスト教勢力に課した条件は実行されず、バイバルスは報復として、ナザレの聖母教会を破壊した。1263年4月末にバイバルスは、エルサレムに入場し、キャラバンさらい、大正宿の建設、岩のドームの修復を行い、聖地の領有を内外に誇示した。1265年頃までは、マムルーク朝は十字軍国家に対して散発的な、 攻撃しか行っていなかったが、キプチャクハン国、シチリア、ビザンツとの同盟が成立し、十字軍への包囲が強化される。1265年より、バイバルスは十字軍国家との戦争を本格的に開始する。1266年に、西洋派ネ騎士団の支配下にあるサファドを攻略。戦後バイバルスは除名の約束を破棄し、2000人に及ぶ騎士団員を処刑する。 サファドの城壁には、バイバルスの勝利を記念する言葉が刻まれた。同年10月に、キプロス王国からサファド奪回の軍が送られるが、マムルウク軍は、キプロス軍を撃退する。フレグの生成において、モンゴル軍に軍事力を提供していたキリキア・アルメニア王国も、バイバルスの攻撃の対象となった。バイバルスは、キリキア・アルメニア王国に従属を促す使者を送るが、拒絶され、 同年に、カラーウーンとハマーの IU 部王族、アルマンスールが率いる軍をキリキアに派兵した。アルメニア軍を破ったマムルーク軍は、キリキア各地を破壊し、アルメニアの王子ジレオンを捕虜とした。和平を頬アルメニア王ヘトゥムに対し、バイバルスは、領土の割動とフレグのもとに捕らえられている旧友の、シャムスッティームソンコル、赤毛のソンコルの釈放を、和平の条件として突きつけた。 バイバルスが出した条件はすべて受け入れられ、1267年6月にマムルーク朝とアルメニア王国の間に和平が成立する。1268年には、ジャッファ、アンティオキア、アンタキアを立て続けに屈服させる。1万6千人に達するアンティオキアの守備隊を虐殺し、10万人の市民を捕虜とした。マムルーク軍によって、 アンティオキアの町に火が放たれ、町は深刻な被害を被った。翌1269年に書簡を携えたアバカからの使節団がバイバルスのもとを訪れた。アバカは書簡の中でバイバルスの靴つず殺害を責め、エジプトへの攻撃を宣言したが、バイバルスは自身が民衆に支持されており、かつマムリュク軍はモンゴル軍と戦う準備ができていると答え、 施設団を追い返した。1270年に、キプロス島に艦隊を派遣するが、航海中に、暴風雨にあって、艦船の大部分が沈没した。キプロスを遊具二世から、艦船の乗組員を捕虜としたことが伝えられるが、バイバルスは、暴風雨による、偶然の勝利は戦闘での勝利に及ばないと意に、返さず、嵐に合わなければ、キプロス征服は成功していたと豪語した。 キプロス遠征と同じ1270年に、ルイ休世がエジプトに進軍している情報が届くが、ルイ休世率いる十字軍は、目的地を変えて、チュニスに上陸し、エジプトに上陸することはなかった。第八回従軍。ルイ休世の進軍を知ったバイバルスは、トリポリ白国の攻撃を中止して、軍をエジプトに呼び戻すが、ルイ休世の死を知ると、再び、シリアに出兵し、 難攻不落の城塞である、クラックでシュバリエを攻撃する。テンプル騎士団が守るサフィタ城を陥落させた後に、クラックでシュバリエを攻撃するが、城内にこもる、騎士団の突撃と、剣道かつ複雑な城塞の構造は、マムルーク軍の行く手を阻んだ。1271年4月8日、バイバルスが出した偽のトリポリ白の降伏命令を、受け取った、奇宇津の騎士団員は、リポリに退去し、 クラックでシュバリエを陥落させた。一連の十字軍との戦闘でバイバルスは、配信行為に対する非難と勝利への称賛を受け、中東のキリスト教徒はバイバルスを、カエサルのごとき英雄、ネロのごとき暴君と恐れた。十字軍に勝利を収めたバイバルスは、投降したキリスト教徒の首に折れた十字架をかけ、逆さにした軍旗を持たせて、カイロに凱旋した。十字軍が使用できないように、 占領した多くの都市を徹底的に破壊したが、内陸部の重要な拠点であるサファドは補修し、再使用した。軍事作戦の過程でバイバルスは、アッコンのエルサレム王国政府を無視し、各都市のキリスト教徒領主と個別に休戦条約を結んだ。一連のバイバルスの侵攻に対する、キリスト教勢力からの反撃は極く警備なものであり、重要と言える野戦は発生しなかった。バイバルスが、 キリスト教勢力から収めた勝利は、カラーウーン、アシュラフ・ハリールの知性に達成される十字軍国家総統の基盤を作り上げた。また、バイバルスは十字軍勢力との戦争と並行して、1268年から十字軍勢力から援助を受けているシリア北部の暗殺教団と交渉を行った。教団が十字軍との戦争の障害となると考え、 1270年から3年の間に彼らの勢力を壊滅させた。バイバルスの攻撃に身体極まったキリスト教勢力はイルハン国に助けを求め、1271年にモンゴルとルームセルジューク朝の連合軍がシリアに侵入する。モンゴル軍との戦闘の合間にアバカから急戦を提案する死者が派遣されるが、バイバルスは アバカ自身か彼の弟がエジプトに来るよう求め、和平は成立しなかった。1272年10月に、モンゴル軍がシリアの辺境部への侵入を企てていることを知った、バイバルスはダマスカスから迎撃に向かう。ユーフラテス川を渡ったマムルーク軍の船舶と、騎兵隊は国境地帯の要衝、ビーラを攻めようとするモンゴル軍に勝利を収め、バイバルスは、 ダマスカスに外戦した。なおもバイバルスは、モンゴル軍の動向に逐一注意し、ビーラでの勝利の後に、アバカが進軍を行っている情報を受け取ると、入念に軍備を行い、1273年9月にダマスカスに到着したが、モンゴル軍は姿を現さなかった。バイバルスは、キリキアへの遠征を考え、アルメニア王国がかつて和平にあたって課した条件を、履行せず、 マムルーク町に敵対行為を取っていることを非難した。1275年2月にバイバルスはキリキア遠征に出発し、進軍中にハマーの愛勇ブ家、アラブ遊牧ーー民の軍と合流する。スイス、アダナ、タルススなどのキリキアの都市はマムルーク軍破壊され、市民は誘拐、殺害される。キリキア遠征でマムルーク軍は多くの戦利品と人質を得たが、 戦利品の分配にあたってバイバルスは自分の分け前を取ろうとしなかった。1275年から1276年にかけてマムルーク朝はスーダンに勢力を広げる。1272年にヌビアのキリスト教国家の王ダーウゾがエジプトに侵入しアスワンが襲撃を受けた。アイザーブの襲撃はマムルーク朝の交益、巡礼者の往来を妨げる恐れがあり。 1273年に、バイバルスは小規模の討伐隊を派遣したが、エジプト南部の国境地帯を平定するだけに止まった。ダーウドによってマクリアの王位を奪われた王公シャクンダがマムルーク町の支援を求めて、カイロを訪れると、1275年冬に、バイバルスは大規模な討伐隊をヌビアに派遣した。ダーウドは、マムルーク軍によって追放され、 ドンゴラで福井したシャクンダはマムルーク町に神獣と、功能を誓った。1276年に討伐隊は、カイロに帰国、ヌビア全土が初めてイスラームの影響下に置かれたが、バイバルスは制約の利口とシャクンダの動向を怪しみ、再三密定をヌビアに送り込んだ。1276年7月、内向に敗れたルームセルジューク町の貴族がダマスカスに、亡命し、彼らはバイバルスに、 ルームセルジュークへの出兵を進言した。エッペと軍事訓練を終えた後、1277年2月にバイバルスはエジプトを立つ。バイバルスはルームセルジュークのモンゴル支配からの解放を遠征の名目として掲げたため、マムルーク軍は進軍先の住民に危害を加えなかったが、アルメニア人をはじめとするキリスト教徒には厳しい迫害を行った。マムルーク軍は、 ルームセルジュークモンゴルの連合軍が陣を敷くジャイハーン。ガシを目指し、アブルスターン平原でモンゴル軍に遭遇する。4月16日に両軍は激突し、マムルーク軍は勝利を収めた。カイサリア、カイセリに入場を果たしたバイバルスは、市民から艦隊され、セルジューク町のスルターンとして迎え入れられた。しかし、バイバルスの予想に反して、 モンゴルの報復を恐れるルームセルジュークの領主たちからの指示が得られず、1277年4月28日にバイバルスはカイサリアから撤退した。帰還途上でアブルスターンを通過した時、モンゴル軍が自軍の損害が微小であると信じさせるため、多くの自軍の兵士の遺体を埋めさせた。6月8日にダマスカスに帰国したバイバルスは組、組み バニューシュで祝杯をあげたが、急に腹板に襲われ、間もなく没した。死因は過度の飲酒、あるいは毒殺と考えられている。バイバルスの遺体は、ダマスカスに埋葬されたが、軍の反乱を防ぐために、彼の死は秘匿され、回路に戻る軍列の中にはマムルークたちに護衛された、バイバルスのカゴが加えられていた。死から2年後、ダマスカスのサラディンの廟の近くに、バイバルスの墓が建てられた。 バイバルスの遺体は、後世建てられたの敷地内に埋葬されている。生前のバイバルスは、息子のバラカへのスルターンくらいの世襲を望んでおり、1262年に、ハイカの将軍たちに、バラカへの忠誠を誓わせていた。1275年に、バラカと、ハイカ第一の有力者であるカラーウンの娘を、婚約させて、バラカの立場を堅固にし、さらにバイバルスは、 死期が近づいたとき、バラカに自分を軽んじる将軍がいれば、真偽を確かめた後に、直ちに処刑しなさい。誰にも相談してはならないという遺言した。遠征隊がカイロに帰国したときに初めて、バイバルスの死が公表され、19歳になるバラカが、スルターンに建てられた。しかし、バラカ、もう一人のバイバルスの息子サラミッシュは相次い短い、知性で廃位され、1279年に、 カラーウーンがスルターンとなった。バイバルスは壁眼で、長身で褐色の皮膚を持つ力強い声の持ち主と記録されている。慎重かつ禁欲的な性格で、金銭には執着を示さなかった。活動的で勇敢、暴力的な性格で、配下の将軍からは威嚇されていた。歴史に強い関心を示し、過去の出来事を聞くことは、 どんな体験にも勝るものだと述べた。ドミニコ界のトリポリのギオームはバイバルスについて、禁欲的かつ残忍な秘密主義者と記している。後世に成立した説話文学においては、イスラーム世界にはびこるズルム、不正をし、アドル、構成を実現する英雄として描写されている。バイバルスは、狩猟やポロを趣味とし、カイロ郊外に競技場を建設した。 バイバルスは馬を乗り継いで一週間でカイロとダマスカスの間を移動した直後、さらに体を動かしてポロを楽しんでいた超人的な体力の持ち主だと伝えられている。バイバルスは遠泳も得意としており、ある時には鎧をつけたままナイル川を泳いでいた。バイバルス、カラーウーンに近似したイブン・アブドゥルザーヒル、1223年から1293年。 バイバルスの電気を表したが原点は散逸し、老いによって改変されたテキストのみが残っている。1261年のカリフの擁立と同じ時期、バイバルスはエジプトシリア間に駅伝、バリード制度を整備した。数十キロメートルごとに駅舎が置かれ、街道沿いに住むアラブ遊牧民には駅舎に置かれ馬の提供が義務として課せられた。バリード制度の利用により、 700km 長の距離があるカイロダマスカス間を4日で移動することが可能になり、気球の時には伝書場とで警告が伝えられた。この制度によってバイバルスはカイロに止まりながらもモンゴル軍のみならず各地の総督の動きも察知することができた。中央集権制度の確立、アラブ遊牧民への統制を強化した点においてバイバルスが創始したバリード制度は有用であったと言える。 バイバルスは、エジプトシリアの両方で、多くの建築事業を実施した。また、港湾施設や、公共の整備を行っている。代表的な建造物に、カイロの大モスク、ターヒリーや学院が挙げられている。後に、大モスクは、ナポレオン・ボナパルトと、イギリス占領軍によって、軍事施設として使用される。他カイロにおいては、アズハルモスクの集築、ダマスカスでは、 ウマイアドモスクの修復などを行った。バイバルスは自身の紋章であるライオンを宗教的要素のない建造物の装飾に用いた。1266年のサファド攻略後にヨルダン側に橋を架け、橋には両脇にライオンの像を配する碑文が置かれた。エルサレムの聖ステファノス門に2頭のライオンの像を飾り、門はライオン門と呼ばれるようになった。 バイバルスは熱心なスンナ派の信仰者であり、特実な信仰心を持っていた。1266年から1268年にかけてメッカ、メディーナのシャリーフ、預言者、ムハンマドの子孫の争いに介入し、ヒジャーズに遠征を行った。1269年にバイバルスはメッカ巡礼を果たし、ハイカの将軍をメッカの総督に任じた。 バイバルスはスンナ派の4大法学派を公認し、それぞれの学派を代表する4人のカーディー、裁判官を任命した。故事、宗教財産、国庫に関する裁判は従来通りシャーフィー派の大エディが担当したため、シャーフィー派の大カーディーが最高位に立ち、ハンバル派、マーリク派、ハナフィー派の大カーディーがこれに続く地位に置かれた。スンナ派の4学派が、 名目上は対等の立場を持ったことで、スンナ派全体の権威が向上し、カーディの任命によって、ウラマー、法学者への統制力も強化された。さらに、国家の主要な収入源となっていた売春を厳しく取り締まった。1261年にバイバルスは、マムルーク町に亡命した、アッパース町最後のカリフのオジムスタンスイル二世をカリフとして擁立した。 ムスタンスイル2世を伴って、カイロで華やかな行進を行い、行進には、イスラム教徒だけでなく、ユダヤ教徒、キリスト教徒も参加していた。カリフの擁立に伴い、北、インド、モロッコのイスラーム政権に施設を派遣して、太とに、ムスタンスイル2世の名前を入れることを要求し、イスラーム世界の各国から、カリフの擁立は好意に受け止められた。バイバルスは、 マムルーク長のスルターンがカリフの被護者となることで武力で IU 部長を打倒したマムルーク政権の正当性を示す役割を果たしたと考えられている。カリフを自称するハフス・アサのアル・ムスタンス・イルとの関係は悪化するが対立は深刻なものにはならず、1270年にルイ九世がチュニスに向かった際にバイバルスはハフス・アサに支援申し出ている。ムスタンス・イル2世の死後、 カイロに亡命したハーキムを新たにカリフとして擁立し、疑似的なカリフ制度が長く続いた。バイバルスはカリフが必要以上に力を持つことを危険視しており、ハーキムにはカイロ市民との接触を禁じていた。コシ、マフミルを乗せたラクダを戦闘とする巡礼団をメッカに派遣し、カーバ神殿にかけるキヌの多いキスワを贈答する年に一度の儀礼が、 バイバルスの知性から開始された。カリフの保護と合わせて、バイバルスは聖地の保護者であることを内外に誇示することで、スルタウンの権力を正当化する意図を有していたと考えられている。メッカエルサレム二つの聖地、巡礼者の保護に注力したバイバルスは、両聖地の保護者を自称した。バイバルスは妻、女奴隷との間に5人の男子と7人の女子を設けた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。